バンジャマン・ビオレ、2010年バンジャマン・ビオレは、フランスローヌ県、ビル・シュルソーヌ出身の歌手、作曲家、ミュージシャン・プロデューサー、俳優。妹のコラリー・クレモンも、歌手で、彼女の2枚のアルバムをプロデュースしている。女優キアラ・マストロヤンニと2002年に結婚し、カズメ・アンナを設け2005年に離婚。彼の低いキール歌うやり方は、エティエン・ヌ・ダオのスタイルに似ていると言われる。 ミュージシャンのケレンアンと共に、自身の最初の2枚のアルバムの作曲とプロデュースをした。このコンビで作曲、プロデュースした、往年の歌手アンディ・サルバドールのアルバムは、大ヒットした。それ以来、フランス音楽界の売れっ子プロデューサーであり、ジュリエット・グレコ、ジュリアン・クレール、フランソワ・ーズ・アルリ、エロディ・フレジェ・イザベル・ブーレイや、ノルウェン・ドロアなどのプロデュースをした。作曲の他ギター、 ストリング、感覚器、キーボードなどの楽器を自分でも演奏し、歌も歌い、プログラミングも担当する、現代フランスを代表する音楽プロデューサーである。ソロ作品、キアラ・マストロヤンに参加作品 LC、ウルトラ・ビーレ、ピアニッシも201から202、17、セプタンブラ2007。ありがとうございます。